鹿児島市立意識中学校は、鹿児島県鹿児島市で意識一丁目にある市立の中学校。鹿児島大学教育学部の代用付属学校として指定されており、卒業生以外の教育実習生の受け入れや研究公開などが行われている。生徒数は、1989年頃は1300人を超える大規模校であったが、近年は、 意識体中学校の新設に伴う学区変更や少子化などにより減少が続いており、600人大前半を推移している。2010年5月1日現在では628名が在籍している。1993年に鹿児島県内2番目の公立、中学校統発自由化が生徒会、保護者会により決定。県内公立中の長田中に続いて、 流れを作った。男子は学ラン、女子はセーラー服を採用している。1981年12月に、鹿児島大学教育学部代表付属設置、研究公開30周年記念観光として、当時の社会科の教師を中心に、校区史が編纂発行された。当時の意識中学校の校区内における地理、歴史、遺跡、教育について記述されている。 ホーク氏は非売品で当時の全校生徒及び教職員に配布されている。鹿児島市及びその近郊の公立、私立高校及び高等専門学校などに進学する。ありがとうございます。